おはようございます。レイです。12月15日木曜日の今日は観光バス記念日です。1925年、大正14年のこの日、東京乗り合い自動車により日本初の定期観光バスである遊覧バスの運行が開始されました。当初皇居前から銀座、上野のコースを走りました。この観光バスに関して私とすね疑念がありまして、観光バスに乗る機会が増えつつある中で、10月に起きたバスの横転事故や7年前に起きた軽井沢でのバスの横転した事故っていうのがありましたよね。運転手の責任が問われる事故との報道を多く見かけます。確かにそうなんですけれども、しかし私にはどうしても拭いきれない疑念があるんです。バスの車両自体に本当に問題はなかったのか。実はね、この2つのバス事故っていうのはね、同じメーカーの車両が使用されているんです。私自身もね、この同じメーカーの大型トラックを運転しているんですけれども、実はね、故障が多発しておりましてね、その故障の原因の多くはオートマチック車のギアが問題になっているんです。ここではね、あえてメーカーは申し上げません。今回の事故もね、運転手の責任だけではなくて、車両そのものにも問題があるのではないかってね、その疑念が晴れないでいるんです。安心した旅ができるように、バス会社、ツアー会社、車両メーカーにはさらに安全対策をお願いしたいです。それでは皆さん、今日も良い一日を。